ってきた話であります。その効力を有しない これは過剰定義であって憲法違反であるわけです。私たちが本拠法を示したとしても当然それを示すことができないわけです。ご近所にお住まいの皆さん、どう思われでしょうか。公明党はその綱領の中で庶民と共に語る庶民の党ということを自認しているわけですけれども、こうやって言論活動の邪魔をする警察の行為、公明党の職員の皆さん目撃しているはずですけれども、それを政治しようともしない。私たちは公明党本部に攻撃を仕掛けているわけでも何でもありません。見切りをしに来ているだけです。先ほど申しましたようにご反論があるならばぜひお聞かせいただきたい、そのように訴えてきたわけですけれども、逆に警官の増員を要請したんでしょうか。何の意味もないことです。庶民と共に語るというそういうことを当時に掲げているんですから、我々市民の声に真摯に耳を傾け、今そっちどう政治に反映をしていただきたい、単にそういうことをお願いをしている、真っ当な意見を言っているつもりです。それをこういう形で国家権力を使って何の意味もなく言論活動を妨害する、本当にこの今の政治というものはおかしいなと思います。先ほど来お騒がせをしていますけれども、ご近所の皆さんどう思われますでしょうか。この国の憲法をただの閣議決定だけで変えてしまおう、そういう乱暴な政治を行おうとしているのが公明党さんです。そのようなことを支持者の皆さん、特に支持者の皆さんが願っておりますでしょうか。そのようには全く思わないわけです。ですけれどもなかなかそういった皆さんの心の内を公明党に届けるということをどうもなさっていないような気がする。ですからこうやってわざわざ本部前にやってきまして訴えをさせていただかなくてはならない、そういう状況にやります。このまま黙って本当に自民党の言うがままに集団的自衛権の行使を認めても良いのでしょうか。特にお子さんを育てていらっしゃるお母さん方に訴えたいと思いますけれども、自分の息子さんが自衛隊に入るかもしれない、そのようなことをぜひ想像していただきたいと思います。法の下の平等はどうなるんですか。今現在の自衛隊員は日本を守るために命を捧げても良いと覚悟をして入隊をされた方も多いかもしれませんけれども、今政府がやろうとしている所属はどちらですか。自衛権というものは言ってみれば米国が起こす戦争に自衛隊員の命を差し出すということでやるわけです。そんなことを今の自衛隊員が政治家の命令したからといって、はいそうですかと言って米軍を支援することがあるでしょうか。いや、いいんじゃないの。ですから今皆様方がお子さんを育てていらっしゃる、そのような親御さんが、とりあえず何かあげたことで文句言ってるんですから、ご自分の息子さんがそのような境遇に置かれたならばどう思われるか、
ぜひそういったことを想像していただきたい。住宅地だからね。あらららららら、なんでこのカラーコーンは。逆にカラコン出してきたってことは中でやっていいんだよ。中でやっていいんだよ。普通の会だったらわかるけど、それは大変喧嘩売ってるみたいなもんだよ。ちょっと待てだよ。いいじゃん、カラコンだから入ってやりゃいいんだよ。こっち側じゃん。いや、出てきてる。公明党の関係者っぽいのが遠くから見てる。原発を押し付けてきたと。私これだけなんですよ。どれもこれも、他人風のように。私、せっかく公明党はまだ、このような政治を放置しておいて、良いのでしょうか。怖いですね。根拠なくやるのか。沖縄の米軍基地は、他人事のように思って、しましたけれども、公明新聞。ここ首都東京でも横田基地、米軍の横田基地に沖縄に大角さんお願いします。大角さんお願いします。アツシ君と私がやってますので大角さんお願いします。あとMK さんも来ました。大角さんお願いします。でやると思っていたかもしれませんけれども、ここ首都東京の横田基地にもオスプレイがを配備する計画が進んでいるわけであります。そして今回の福島原発事故についても、これは規制する方がやばいんじゃないですか。中央に原発を押し付けていれば、それは他人の公明党前で生かしてくれません。そのように思ってきたかもしれませんけれども、今大拡散中です。別産大拡散お願いします。別産大拡散お願いします。ここ東京にも降り注いでいるように、この原発、福島原発事故をもたらした淳君と MK さんと私がやってますので、というものもやはり日本国民すべてに無関係ということではなかった。あと IWJ もやってます。それが明らかになったということではないでしょうか。ですから今回の集団的自衛権の問題についても同じような視点でぜひお考えいただきたい。今現在自衛隊で頑張っている若い隊員をアメリカが四ツ谷社に報告してますね。堀ちゃん無線で報告してますね。その命を捧げなさい。そういうことを今の政府民と公明党の皆さんが主張しているわけです。いくら安倍首相が武力行使目的で自衛隊を海外に派遣しないんだろうと言っても、誰も信用することができないわけです。むしろ自民党の石破幹事長が本音を明らかにしています。テレビで言っている通り、どん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 集団的自衛権行使の範囲を拡大しよう。そのように明言をしているわけです。で、これが政府自民党の本音であるわけです。これだけのために来てます。ですからどうか市民の皆さん、自民党が説明するように、集団的自衛権は限定的に認めるんだという、こうした説明をどうか信じて、安倍健さんのあれを使わせてもらってます。そしてそのことは党の公明党の皆さんもとっくに承知済みのおはずです。それにもかかわらず、公明党によればもうすでに閣議決定で認めるということを自衛隊との間で合意したということであります。世論調査、新聞による世論調査でさえも、多くの市民が集団的自衛権の行使容認に反対をしているわけです。
おお。俺たちのために。なんか作業中。何ですか。西岸県の本社ないんですか。表現の自由でしょ。外国憲法でしょ。そして日本国憲法99条において、公務員はこの憲法を尊重しようとする義務があるんでしょうか。憲法を誠実に守るって、使って公務員になるんでしょうか。議員先生も一緒でしょうか。与党の公党である公明党の方々が同じでしょうか。ね、目の前で、目と鼻の先でこのような人権侵害が行われているんだったら、あんた率先して出てきなさいよ。助けて。一体何をやっているんですか。ね、今日は別にあなたたち多少やっていることは恥ずかしいことだけど、だけどね、お願いに来てるんですよ。我々は優しくあなたたちを説得しに来てるんです。優しく優しくお願いです。お願いです。お願いします。決闘の理念である絶対的平和主義に基づいて、これで集団的自衛権行使容認など賛成しないでくださいとね。我々はそうお願いしに来てるの、請願しに来てるの。我々死刑者には請願権という権利があるの、保障された権利があるの、ね、それがこのようにこの目と鼻の先とこの場所とどう違うというのか。警備上の理由というんだったら、例えば我々が明らかに危険なものが持っている、もしくはその目の前に明らかに危険な人がいる、例えば公明党の建物の目の前で危ないおじさんが日本刀を振り回している、それだったら言っちゃいけないという理由は分かりますよ。だけど言っちゃいけない警備上の理由だ。警備上の理由って何ですか。だから警備上の理由って言ってるじゃないですか。そんなの何の理由になるんですか。こんなお願いなんでいけないのよ。こんなお願いが、しかもね、見てよ、見てよ、国ですっていうものがその国その国にあるでしょう。このその国っていうのがどういう国柄か、日本には日本の国税があって、国税とは何ですか。国税とはその国の憲法に書いてあるものでしょうが、この国税である憲法をね、死刑者の死を、死刑者の民意を問うことなしに、ね、与党協議なんていう密の協議で問答を変えたのも変えないのもある、それで変えちゃうって言ってるから、それはおかしいじゃないですかと我々言いに来てるだけですよ。しかもこの言ってることなんか間違ってますか。これは理不尽な言いがかりですか。我々は疑問を呈してるだけですよ。疑問を呈してるんですよ。あなたたちの行動に対して、そもそもこの日本の首都に暮らす限り、日本国憲法というものの影響下になく暮らすということは絶対に不可能ですから、すべてのこの日本列島上に暮らす人々に関係がある。はい。使わないもんだったら、こういうことやる。こういうことになる。ああ。普通にお願いに来ただけだったのよ。ああ。裏目が使わないよ。はい。はい。でもそんなものを使わないよ、背負ったんですよ。そう。あなたたちも。お願いだけに。これが十分です。今日は、ちゃんと、落ち着いて、そしてね、こういったね、プラカードやなんかを掲げて、静かに穏やかにやるつもりだったんですよ。そうだよ。ね、ほら、
ちなさいよってやっただけで足を持たれて吊り下げられましたよ。何ですかね、与党の片割れ的な立場である公党であるあなたたちが目と鼻の先で行われているこんな人権侵害見逃すんじゃないですよ。おい何をしろ始まる公明党一体あなたたちは誰の側にいるんですか。お願いしに来たんだ。我々はねあなたたちに疑問を抱いて抱きまくっているんですよ。そもそもこの国の国是とは何でしょうか。この国の国是たる平和主義それすらも公明党さんはぬるいと言い放ってその昔絶対的平和主義を高く掲げたんですよ。そうでしょう。これは間違いありませんね。国是である平和主義ですらぬるい。それならば我が公明党は絶対的平和主義だとね、そういうことで話しかけられた絶対的平和主義ところがどうですか。今やその絶対的平和主義は積極的平和主義の飼い犬になりたがろうとしてるじゃないですか。これは一体どういうことですか。そうだ日本国憲法ナンバーナインのここで彼らに光ってあげましょうか。あなたたちがそれでもまだぬるいと言った日本国の国是である平和主義の源日本国憲法第9条をみんなで読みましょうか。はい、yeah. はい、それでは日本国憲法ナンバーナイン日本憲法第9条肉買い食うぞ。
と大球場に書いてある、これを制圧することではないんでしょうか。そうだ、集団的自衛権と公選権を維持するのではないでしょうか。そうだ、集団的自衛権と公選権を維持するのではないでしょうか。そうだ、これはある弁護士資格を持っている参議院議員の先生に聞いても、いや、集団的自衛権の行使と公選することですよ。はっきり断言してましたよ。そして集団的自衛権とは公選権じゃないんですか。公選権の一つだと言ってましたよ。で、これをどう解釈を変更すれば公選権である集団的自衛権を行使できるのか、この質問に答えると聞いてて、我々は。ああ、こういうと恥ずかしいね。いいですね。じゃあちょっと、今日はやらないつもりでしたけど、みんなで声を合わせますか。しばらくです。公明党は恥を知る。公明党は恥を知る。
権行使、容認に反対する方が公明党さん、あなたたちの一番の支持母体の方々に非常に評判が悪いのが集団的自衛権行使容認じゃないですか。ね、いい加減目を覚ましましょう。ね、あんな泥舟の自由民主党についていてもいいことはないですよ。いいこと、いいことねえぞ。それに、ね、公明党さん、あなたたちの一番の支持母体であるあの会、あの会、あの会の初代会長さんは戦前に、ね、治安維持法で捕まって獄死しているような方だったんじゃないんですか。平和を守るということで教授を持ったお方ではなかったんですか。ね、あなたたちもそれに見習って、野党の味は蜜の味、野党の味は蜜の味、うまうまそれを捨てることなどできるものか。ただたびに平和の理念、理念は大事ですよ、ね、これはお金よりも大事。なぜなら公明党さんが公明党さんたる理念を捨ててしまったら、すでに公明党ではないからですよ。ああ、国民党だよこの野郎。自分のアイデンティティ、自分が何なのであるかということを支えているのが理念じゃないんですか。理念を捨てたら、そこには空っぽの物体が残るだけですよ。公明党本部っていう建物が残るだけですよ。ね、我々は、あなたたちに目を覚ましてほしい。他のことでもいろいろ言いたいことはあるが、今日はそのことだけ言いに来て、別にただ罵声を浴びせに来たんじゃない。基本は忘れないで思い出してくれと言いに来ただけなんです。頼みに来たんだよ。これはですね、先頭で私方に言っていると、後ろにおられる方、欲求不満が溜まってたまらないと思うんだね。誰こそはと思う方、どうぞ。コメントの皆さん、今日、ここに、集団的自衛権の行使承認に反対する、市民が集まって、本当に対して声を上げておりますが、今日6時から、実は会見から来て、議員がですね、メガホンを使わずに、ネットニュース報道を表示して、プレストールもやらないことも考えていました。で、こちらに来たときに、本島の前に行こうとしたら、警察の方にですね、声を上がると言われましたので、今こういう状況で、船の方に追い寄られて、やむを得ずハンドマイクを使っております。そもそも、本島は正当なわけですから、国民の声を聞かない政党っていうのはどういう党なんでしょうか。先ほどの話がありましたが、国民の過半数以上が集団的自衛権行使に反対しているんです。そうだ。共同団体の方たちが反対をしております。あなたたちはどの声を聞いているんですか。あれで十分じゃない。そうですね。住宅地だから。しかもこれがまさに公明新聞だから。国民が今非常にこの状況を心配して、わざわざここに集まってきてるんです。そうだ。誰か政党の関係者の方を出てきて話を聞いてもいいんじゃないでしょうか。そうだ。品川町の
公明党本部周辺にお住まいの皆さん、今日は大きい音で失礼をいたします。で、私たちはこちらに来て公明党さんに対して集団的に自衛権の行使容認を認めないようにこちらでアピールをさせていただいております。本来はあまり大きな音を出す予定はなかったんですが、距離を離れたところに、隔離するような形で閉じ込められておりますので、なるべくマイクを使ってアピールをさせていただいております。どうぞ。先ほどからお前さんに私は何度もどういう法的な根拠なんですかと聞きました。一切対策がありません。それはおかしいと思います。根拠なんてねえんだ。やっぱり、もう公明党との党が平和を通すという看板を今下ろそうとしているんでしょうか。もう名前も変えた方がよろしいんじゃないですか。今まで本党の党でを支持していた多くの方々に対してきちっと説明をしてください。これは集団的自衛権行使容認は絶対許しません。あなた方ちゃんと国民の顔を見なさい。以上です。向こうも始まったね。こっちは哲さんの方なんだけど、道路の反対側の方も来てるみたいです。他のグループが始めてるみたいです。反対側向こうの別のグループが始めてるみたいです。バッテリー大丈夫？俺のさ、中に設定用の弱ってる入ってる。大丈夫なんだけど、ちょっと停止を。大きな声でお願いしたいと思っていましたが、なぜかここに、死にだ。閉じ込められてしまい、晴れてきて。公明党の方も顔を出してくださらないし、国民の意見を全然聞こうとしていないのか。反対側の方の道の反対側を始めたなら警官が増員されてます。向こう側の方も始まったようなので警官が増員されてます。近所の人にはご迷惑をおかけしますが、ミサイルが降ってくるよりマシだと思うのでお許しください。警官が増員されてます。警官が増員されてます。お疲れ様です。杉原さん、これ持ちますね。今警官増員されてます。 IWJ の方も向かってます。警官が状況確認に行こうとしているフリーランスグループを規制してます。止めてください。お願いします。止めてください。反対側で別のグループも抗議始めたようです。警官が取り囲んでます。公明党の皆さん、おっとっとっと、聞こえますか。公明党は公明党の言うように見えるまで行かせてください。根拠があってやってるの。お巡りさん、行かせてください。さっきまでいた位置まで行かせてください。お団地やめろお前ら。いた位置まで行かせてください。恥を知れ。さっきまでそこにいたから。私はなぜ今いけない。何がいけないの。
フレーズも届かないのか、報道の自由を侵害するな。愛国だ、恥を知れ。お前らも死ぬんだぞ、お前らの孫も子供も死ぬんだぞ、戦争になったら。恥を知れ。本拠を示せ。道理を言えば無理も引っ込むのか。みんな自発的に逮捕され、そして反戦ということは、なんだよこの尾行棒って言い方じゃん。あなたたちがよくやってることじゃないですか。1967年、報道の自由まで侵害してんのか。報道の自由を侵害するような言論だったろ。プレスは通しなさい。何のプレスですよ、プレス。報道の自由を侵害するな。報道の自由の侵害だ。プレスは通してください。プレスは通しなさい。はいはい、そうだよ、報道の自由の侵害だよ。ここは憲法万が一か。平和の党が強化しているんですか。プレスは通してください。報道の自由を侵害するな。取材の自由を侵害するな。皆さん、このパラメーターの攻撃にプレスを通しなさい。中で行かれたときにちゃんとお礼まで行くんですよ。プレスを通してください。牧口、虎が戦争に反対し拘束され、牧口さんに獄死したというのに、2014年自民党の戦争する国づくり、報道まで妨害してます。手を貸した、このように書いて、あ、逮捕状出してる。不当逮捕だ、不当逮捕、不当逮捕すんだよ。何やってんだよお前ら。不当逮捕状出してます。不当逮捕状出してます。警察が不当逮捕状出してます。あちら側のグループも不当逮捕状出してます。胸を張れる誇りある態度を取りなさい。不当逮捕やめろ。暴力をやめろ。お前らもミサイル撃ち込まれて死ぬんだぞ、戦争になったら。暴力反対。暴力反対。暴力反対。ほら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 。暴力反対。反対。車検車に手を振れるな。電車に手を振れるわ。弾圧しようとしてます。弾圧しようとしてます。全国の皆さん、弾圧しようとしてます。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 やめろ警察権力。お前らだって死ぬんだぞ、戦争になったら。暴力やめろ。暴力やめろ。自転車に触るな。こちらは何もしていません。自転車に触るな。自転車に触るな。今のところ不当逮捕は出ていないもようですが。暴力反対。暴力反対。暴力反対。おめでとう、恥を知れ。暴力反対。何が平和の党だよ。暴力を黙認すんだよ。反対。暴力反対。国家権力の暴力がついてます。こんな暴力振らえが通せない法案なんか恥知らずだよ。ここまでして通さなきゃなんだ、法案って何なんだよ、お前ら。公明党は恥を知れ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 。
恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、暴力反対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 、何が平和党だよ、恥を知れ、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、暴力やめろ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 、今すぐやめろ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 、暴力やめろ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 、公明党は恥を知れ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 、主権者無視は恥を知れ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 、主権者弾圧恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、憲法違反だ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 恥を知れ、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、主権者弾圧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 恥を知れ、暴力反対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 、請願させろ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 、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、弾圧政党恥を知れ、弾圧政党恥を知れ、主権者弾圧恥を知れ、自転車通るよ、向こうが行けたみたいですか、プレスのあれだってことで、はい、高木も喋りたい方いるでしょ、はい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 、あなたもこれ、一言だけ報告申し上げます。今あちら側 IWGA の中継入ってるようです。おまわりさんの皆さんの何をしているか全国に中継されてますよ。 IWGA が中継してますよ。IWJ もキャスミラー入って2限でやってる、あ、2チャンネル、要するにキャスとあれのミラーでやってるみたい、ユーストの。公明党の皆さん、私は今日は本当に、はい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 、公明党の皆さん、私はこのようにですね、あなた方にお願い
てくださった公明党の皆さん、私たちは今日は本当に裏側と思って歩こうということで来ているんです。こっちを見てるんですね。全然あなた方をね、声で脅迫しようとか、そんなことで来ているんではありません。ほら、あなた方はこういうような過剰引きをさせたり、税金です。おかしいでしょ、こういうこと、こういうこと自体が。つまり私たちは本当に何もない、ただ普通の市民が普通の立場でここにプラカードを持って集まってだけなんです。これなのに、なぜこんな過剰刑事をしなくちゃならないのでしょうか。あなた方が明治なのですか。公明党さんが明治されたんでしょうか。ここをはっきりさせていただきたい。責任者は出てきていただきたい。命令なんかしないよって言うんだったら言え。そうです。公明党の候補の方でも結構です。私たちがあなた方と話し合いをできるのだったらとても有効だと思いますので、ぜひ出てきていただきたい。私たちは本当に普通の市民が普通の立場でただプラカードを持って皆さんに訴えたいというだけのために来ています。それをこういうような過剰警備をすれば必然的にここにトラブルが生じることは目に見えています。だからこういう問題が起こらないためには、こういう過剰警備をしないということが一番正解です。請願させろ。私たちは普通の市民です。暴力を使って何かをやろうとしているわけでは全くありません。調べてくださったって分かります。何も持ってない。私なんてこのプラカードとそれにザンクを持ってきただけです。それなのになんでこんなところに押し込められて、あなた方に脅迫されなければならないんですか。脅迫だ、脅迫。くださいタンクトップだ。それはちょっと恥ずかしいと思うんですけど、あの奇襲攻撃とか。だから本当にね、皆さんが俺だけで視聴者500人突破してる、合計数千人見てるよ。そうとするんだったら、まあ、聞かなくてもいいですよ。私たちはこれを見てに来ただけなんだもん。怒ってる人は見てに来た、私がいませんというだけのためにここに集まったのに、こんなでかい声を上げなくちゃならなくなっちゃったのは、あなた方のせい。あなた方が過剰に私たちを制圧ちょっと、ぜひ、引き取っていただきたい。おまわりさん、引き取ってください。そうすれば、私たちはこんな大きな声は出しませんし、前と同じように、ただプラカードを持って歩くだけです。はい、車で降ります。はい、開けて開けて。はい、日本郵便輸送お疲れ様。日本郵便輸送お疲れ様。あ、違ったか。ね、公明党の方、読んでください。私、たったこれだけですよ。公明党が与党協議あれでいいの。国民はすごく困ります。これだけこれだけを言いに来ただけです。それなのにこれの態度はとてもじゃないけど涙が出そうです。雨が来た。そういうものです。あなた方に押さえつけられれば強く発覚します。当然です。雨です。ちょっと防水対策をします。過剰権利はやめてください。お、ご視聴ありがとうございました。
としている集団的事件を、集団的自衛権はまさにこのようなことを言うんですよ。本当にね、弱い者いじめ、ね、本当に武力の行使をしていないのに武力行使ができる、ね、これ完璧集団的自衛権一緒ですよね。もうあなたたちはそれを容認したんですよ。大筋容認、ね、日本の周りだけの来た場合によるって、限定的であろうが、ね、全体的であろうが、全部集団的自衛権、戦争なんですよ、人が死ぬんですよ、傷つくんですよ。あなたたちは平和的、平和の理念を掲げてて、それを賛成しちゃったんですよ。どうなんですか、全体的平和の理念、これ、素晴らしいことだと思いますよ。なのに、なぜ、ね、容認しちゃったんですか。あなたたち、公明党、公に明かすって書いて公明党じゃないですか。もうあなたたちがやってることは明らかにするんじゃなくて、公に不明をもたらしている公不明と名前変えればいいと思いますよ。本当に井上義久と山口那須あなたたち本当に外した方がいいですよ。これがね、公務員のやることですか、ね、国会議員のやることですか、政治家のやることですか。違うでしょ。あなたたち一人でも政界に来た人間がいたら、誰か一人下に呼んで話を聞くのがあなたたち政治家の仕事じゃないんですか。本当にあえて警察を使って弾圧することがあなたたちの仕事なんですか。違うでしょ。で、隣の公明新聞さんもどうですよ。あなたたち明日になったら今日のことちゃんと報道しなきゃいけないですよ。集団的自衛権に命令した人間に対して警察はこのようなことをした、私たちの方はこのようなことをしたってちゃんと可視化した方がいいんじゃないですか。無理しないで、これがリアルなんですよ。じゃあ本当に集団的自衛権、どんなに、ね、統計アンケートを取ったって反対の人間が多い。本当にで、もしくは安倍のやり方には反対だ、そういう人間が多いにもかかわらず、ね、被験者の声を無視して何が与党協議だよ。ね、与党協議、ね、国会の中は与党だけしかいない、違います、野党もいますよ、いろんな人間いますよ。その人だと被験者も合わせて話をして、ね、集団的自衛権を決めるならまだしも与党だけで、安倍のお仲間だけで、ね、話し合って集団的自衛権を容認しちゃうなんて、本当にあなたたちがやってること独裁政治ですからね。本当に公明党さんは本当に、ね、平和の理念を掲げてて素晴らしかった。でも、ね、安倍の言うことを聞く言いなりになる、どこまでなり下がってしまったんですかね。本当に僕の知り合い言いましたよ、あなたたちの支持母体、あなたたちを支持してる僕の友達が言ってましたよ。今回の件で集団的自衛権を容認すれば、あなたたちをもう二度と応援しないって、これが主権者の声なの。そうだ、本当にね、今からでも遅くないですよ。ね、今日こういう話が、ね、主権者からこういう話をされて、私たちは考え直しました。集団的自衛権、どうしません。もう、あなたたちのやってることでついていけませんと。あなたたち、公明党が、ね、政治を切って、平和の理念を掲げている政治を切って、集団的自衛権、反対しなきゃいけないんじゃないでしょうか。本当にね、平和の理念を掲げているんだ、頼みますよ、絶対的平和ですよね、絶対に平和なんですよね、憲法を守ってください、本当に。ね、9条も、99条も、97条も、98条も、21条も、ちゃんと憲法を守ってくださいよ。で、集団的自衛権は、憲法25条にも生存権の、ね、生存権にも侵されていることなんですから、あなたたちは憲法違反を今やろうとしてるんでしょ、本当に。警察も含め、で、その憲法違反の片棒を無理やり担がされてるのか、活が捨ててるのか、公明党さん、今のこの現状、警察に やらせてる、あなたたちじゃないですかね、本当に、頼みますよ。で、本当にね、これだけ抗議して、ね、明日の朝、ね、集団的自衛権行使容認がそのままだったら、公明党は恥を知れって話ですよね。恥を知れ、恥を知れ、
的自衛権の行使反対。公務員なら憲法を守れ。公務員なら憲法を守れ。集団的自衛権の行使反対。集団的自衛権の行使反対。平和の理念を思い出せ。公明党は恥を知れ。平和の理念を思い出せ。最後に言っておきますよ。平和なんてあなたたちが言ってるほどね、そんな安っぽいものじゃないんですからね。そうだ、平和を守れ。あそこで何やってんの、あそこで何やってんのかな。弾圧して一切喋らせないようにしてんでしょ。 IWG あっちに入ってます、中継入ってますから。あっちはあの人間で見てください。場所どこの辺ですか。あ、ボリューム落とせってことだと思うんだよ。いや、肉声でこれやりゃいいんだよ、肉声で。どこの建物だ、そんなほどうるさい建物なのかなって、ただのそんな悪い建物なのかなっていう、距離どれぐらい、どこまで行くのかな。まあ多分あの建物だと思うんだけど、あれも学会系の建物だから、そう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 、あの嫌がらせに行けって言われてんじゃないかな、多分そこの建物だと思うんだけど。あ、やっぱりそうだね、いないでしょ。学会系の建物から学会のこう別館とかさ持ってんだよ、工作員だよ。はいはいはい。政権離脱してください。さもなければ公明党は公正にお目を残します。公明党の名誉に関わる。ネットにも工作員来てるし、日本の進路を公明党が握っているってこと、十分に公明党の幹部の方は考えてください。よろしくお願いします。おーい田中くん、それで多分あの公明党さんなのか共産党なのかもですね、そういう会議に参加になってしまうというところがあると思います。私たちが行った時もその反対を止めようと考えたんですが、そのままあの行きました。創価学会工作員がいっぱい湧いてきてます。政策の責任者の方と話をしたんですが、どうしてこんなことをやってるかと聞いたら、公明党から要請されたわけじゃないと、自主的な活動らしいです。理由として言っているのは、とにかくトラブルを事前に防止するんだということが理由で、別に行動で歩道に行ってアピールするだけじゃないんだというふうに言ったんですが、いや、とにかくトラブルの可能性があるという一点張りです。で、それともう一つ言っていたのは、僕は初めて聞いたんですけども、声音法に応じたのがありますよね。静かに穏やかに書いてます。よく国会周辺に声音法に応じて、抱きついてる、抱きついてる。外線が通じないんですけど、っといて、その法律が各政党の本部の場合にも、適用されているということで、まあ、本当かもしれません。よくわかりませんが、まあ、そういうことも言っていて、もしじゃあ、そうだとしたら、マイクを使わずにね、
自己でやればいいんじゃないかというふうに言ったんですが、いや、とにかくやっちゃダメなんだというふうな、先輩でした。まあ、とにかく余計もめるだけのことしかやらないんですけれども、市民に対する愛ですか、この抱き方は。ちなみに、責任者の方は、吉谷警察署の警備課の高松さん、下の名前も言ってくれと言ったんですが、車来たよ。はいよ。道は開けます。それは開けなきゃダメです。フルネームは言えないと。四谷警察署の高さらしいです。静かです。ですから、分かるんじゃないでしょうか。役職名も教えてくれと言ったんですが、言う必要はないということで、まあ、与党だからさ、野党だったら相手しないだろうけどさ。でもう一つだけちょっと国会の状況の報告なんですが、まあ、テレビや新聞でも出てると思うんですけど、今日と明日と公明党の議員がほぼ大勢ですね、51人いる中の、まあ、40人ぐらい多分集まってると思うんですが、一応党として閣議決定に向けて話を詰める会合をやってるんですね。で今日午前中から昼過ぎにかけてやったんですが、時事通信がネットで流していたものをちょうど僕来る前に見たんですが、ここでは実質合意と言われてますけども、そのまあ文章 の案について異論が相次いだと。賛成する声は非常に少なかったということで、やはり明白な規制といっても全然制限に縛りにならないということとか、密接な関係にある他国といってもね、非常に広くなるので同盟国、まあ、事実上米国だけに限定すべきと、まあ、それでもダメなんですけど、僕は言うと、まあ、とにかくそういう議員からの意見が相次いで、非常に慎重反対が多かったということでした。でそれを受けて、まあ、執行部としては、今週中に与党で合意することは困難だということで、来週へ先送りされることを示唆したと、まだ決まってないですけどね。で当初言われてたのは、金曜日21日に与党で合意をして、その日のうちに自民党の総務会で了承を取って、で来週、早ければ1日火曜日にも閣議決定するシナリオなんですが、まあ、もしかすると少しだけ伸びる可能性はあります。といっても、まあ、オーストラリアに遊びに行く前の4日までには上げたい人だか、非常命題なので、そこまで本当にそこまでにやられる可能性が高いんで、私たちとしてはとにかくその4日よりも先に遅らせて、外遊日程限り閣議決定できないですから、そこでもっと反対を強めて、ね、公明党に対するプレッシャーもどんどんかけていくということになりますから、もう本当に1日でも伸ばすことが大事なんです。それで、皆さんにも呼びかけたいのは、まあ、この間、しきりに僕もファックス呼びかけてるんですが、ファックスや昨日も慌てて要請にも行きましたけど、そういう声が確実に向こう側に行ってる人がいるみたいな。ですから、今日はまあ幸い反対が多かったということで、明日も延長戦の会議がありますから、今日帰られたら、まあ、明日の午前中にかけて、2回、3回も繰り返し、シンプルな言葉でいいので、ファックスや、あるいは昼間電話できれば電話でもいいんですけど、とにかく声を届け続けるということがすごい、やっぱり大事ですし、できることは、もうとにかくやって、一日でも引き延ばすということが、すごく今大事なところだと思ってますので、まあ、ちょっと今日公明党本部の対応はひどいんですけど、まあ、これにめげずに心ある議員はいるということで、執行部の暴走をとにかく食い止めてもらうためには、しっかりと私たちが保護の議員に声を、かけることが大事だと思います。以上です。銃って来たりしてね、うるせえとか言って。本当にね、本当に考えていただきたい。
創価学会交差権がどんどん湧いてくるな。僕も人間、あなたも人間、警察引いてください。高牧さん、警察引いてください。ちょっとおかしいよ、やり方が。高牧さん、高牧さん、答えてください。おお、こっちに行きたいぞ。仕事終わってから来てんだよ、バカ。分かりいただけたでしょうか。高牧さん、引っ込んでください。
っ込んでいただきたい。それでここで一番のトップにおられる方、どなたか分かりませんが、法令堂に本部に行って、ここの状態がこんなになっては隣近所に迷惑ですから、どなたか責任のある方を連れてきてください。どうだ、そうすればお話し合いは十分にできます。そうだ、いかがでしょうか、私たちの提案です。いかがでしょう、おまわりさん。うんとかすんとか言ったのかよ。まあ公明党は出てきなさい。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 出てきなさい。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 今すぐここに出てきなさい。今すぐここに出てきなさい。公明党は出てきなさい。公明党は出てきなさい。話を聞きにここに来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 い。公明党は出てこ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 い。話を聞きに出てこ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 い。おまわりさんたちだってあんたたちのバカなプライドに意地に付き合わされて、あともう一つあなたたちの目線に付き合わされて、こんな明白な憲法違反をさせられてる。あんたたちの代理戦争を戦わされているんだよ。気の毒だと思わないのか。ほら、俺はあなたたちの良心に呼びかけてる。あんたたちこそ率先して彼らに対して何が起きているのか、私たちが変わろうと、あなたたちが率先して我々の話を聞きに出てくるべきのか。そうだよ。そう思います。だからあんたたち与党の一部である、そのプライドがあるなら、プライドを見せて、今すぐここに集団的自衛権行使の要人が平和の理念のもと、そして憲法第9条を変えずに憲法改の変更という方法によって、どうしてそれが可能なのかという我々の質問に答えてください。ほらたったそれだけのことです。あなたたちにはその義務がある。変に見てるんすか、うん、すげえ。公務員であるならば、自分がやったことは公務であるんだ。そのことを自覚して説明責任というのが必ずつきます。あなたたちは今回の集団的自衛権行使容認のための憲法解釈の変更、このことについて我々主権者に説明報告する義務があるんだ。その義務責任を行っているから、我々はこうしてここにわざわざ出向いて、どういうことかと問いただしに来ているんだ。ほら別に我々は理不尽に公明党をいなくなれ、そう言っているわけではない。行かせてくれないんですよ。聞こえた？あっちでやろうよ。警察に言うんだよ。いや、あっちでやりたいんだ。いや、そうなんですよ。じゃあ警察に言ってください。あっちでやろう、あっちで。あっち行きたいんだよ、俺たちも。はい、今ので分かりました。苦情のもとはここでやること、はい、あっちでやれば苦情は来ない。もっと前でやれと今の方もおっしゃってる。いや、俺らはあっちでやりたいんで、おばあさんに言ってもらったよ。もっと、よーし、うん、よし、行こう。向こうでやりたいんだよ。行こう。おばあさん通してくれねえんだもん。行こう、本部前。おばあさん、本当にね、問題はこういうことなのよ。こういうことでしょ。だから私たちはね、向こうに行けば今の方だったら怒らないわけじゃん。そうでしょ。はっきりしたよね。正しいこと聞こえねえんだって、お前の声が。うん、だから私たちは、だから俺も向こう行きたいんだ。向こうに行きた
通してくれないんだもん、うん、だからここお巡りさん言ってくれよ、ここでやりたくないんだけど、お巡りさん通してよ、そうだよ、こう通してよ、向こう行けばね、向こう行けば全部解決するんだから、このカラーコーンを正面玄関に置く、うん、このカラーコーンを本部の正面玄関に置く、これで決まり、よし、ね、どうしましょう、これカラーコーンとドラゴンごと移動、このカラーコーンとドラゴンを本部の前に置く、そう、本部前に行かせてくれないからここの迷惑かけてるんだが、本部前でプラカード掲げることが何が悪いのってことになるでしょ、地域の方の声聞かないんですか、うん、地域の方おかしいな、団体ほど聞かれませんよ、私たちが冤罪になっていくよ、うん、見てますか、私たちが悪いよ、本当にお考えいただいたら、この公明新聞の敷地内にある監視カメラで見てますか、車来てますよ、車来てますよ、おまわりさん、車、交通の邪魔だよ、はい、こんな対応じゃまともな議員がいるって言ってもかすんちゃうな、うん、公明党さん、この対応はここの警備の方は、これは判断できないのですか、これを見せるのかということは。前に行ってプラカードを掲げたいっていうのに閉じ込めたから、ここで言わざるを得なくなったんだから、行かせてくれれば解決なんだよ。ものを言わせない公明党っていう烙印をされちゃいますよ。あのお前さん、今の方のね、主張を聞いてくださいよ。私たち向こうに行きたいって言ってるんだもん。うん、で、そこでプラカードを上げて、で日程でまあ多少やるぐらいのつもりだったのが、結局遠いからトラメが使ったり声を上げたら偉くなったわけで、だからね、向こうに行かせてください、そうすれば問題を解決します、ない、そうそう、もう明らか学会施設だから、もうだから失敗したんだよ、逆にだから慌てたでしょ、慌てた、当たり前だね、公明党さん、あなたたちが率先してこの状況を収拾させなさいよ、そうです、あなたたちが率先してあなたたちの党本部前に我々を招きなさいよ、中でもいいよ、中なら余計結構、そう、冷静にね、お話しできる、見なきゃいいだけでしょ、警察の方々は状況の判断ができないんでしょうか、もう臨機応変というか、おめでとうさん、終わったらあの人たちに会場に持っていくんだよ、いや平気、うん、同じことだと思う、あの、うん、ねえ、あの状況判断してくださいよ、おい、そっちの人は大丈夫か、大丈夫か解釈会見絶対反対、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 公明党は恥を知れ、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 集団的自衛権の行使反対、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 与党協議は恥を知れ、与党協議は恥を知れ、民主党協議は恥を知れ、お前さん、タクシー民主党協議は恥を知れ、解釈会見絶対反対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 、絶対反対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 、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、集団的自衛権の行使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 反対、公明党は憲法を守れ、公明党は憲法を守れ、公明党は主権者守れ、公明党は主権者守れ、主権者弾圧今すぐやめろ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 、
主権者弾圧今すぐやめろ。公明党はちゃんと聞け。公明党はちゃんと聞け。主権者の声を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 ちゃんと聞け。公明党は恥を知れ。公明党は恥を知れ。話を聞かない公明党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 。主権者無視する公明党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 。公明党は恥を知る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 。与党協議絶対反対。与党協議絶対反対。民主協議は絶対反対。民主協議は絶対反対。閣議決定絶対反対。閣議決定絶対反対。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 改憲反対。改憲反対。絶対反対。絶対反対。戦争反対。戦争反対。絶対反対。絶対反対。改憲反対。改憲反対。絶対反対。絶対反対。集団的自衛権の行使反対。集団的自衛権の行使反対。公明党は今すぐ出てこい。公明党は今すぐ出てこい。主権者の声をちゃんと聞け。主権者の声をちゃんと聞け。集団的自衛権の行使反対。集団的自衛権の行使反対。限定的でも抗戦権。限定的でも抗戦権。集団的自衛権は公選権。公明党は恥を知れ。公明党は恥を知れ。平和の理念を思い出せ。平和の理念を思い出せ。集団的自衛権の行使反対。集団的自衛権の行使反対。解釈改憲絶対反対。解釈改憲絶対反対。解釈改憲絶対反対。憲法九条を思い出せ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 。皆さん、憲法九条を忘れてるようですから、思い出させてあげましょうか。いや、あんまり乗り切れないよ。皆さん、憲法九条が聞きたいか。日本国憲法第9条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 。日本国民は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 。正義と秩序を主張とする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 。国際平和。国際平和。国際平和。誠実に希求し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 。iPhone の充電持ってる方いらっしゃいらっしゃらせていただきますけど。国権の発動たる戦争と。バッテリーはあるけどコードがないんだよ。国権の発動たる戦争と。武力による威嚇。武力による威嚇を。武力による威嚇を。武力による威嚇を。または武力の行使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 を。国際紛争を解決する手段としては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 。はい、次が重要です。永久にこれを放棄する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 。前行の目的を達するため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 。一回空軍。一回空軍。一回空軍。
臨海スクール、その他の戦力を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 これを保持しない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 。次が重要です。国の交戦権は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 これを認めないこれを認めない国の交戦権は国の交戦権はこれを認めないこれを認めない国の交戦権は国の交戦権はこれを認めないこれを認めないこれをどう解釈を変更すれば集団的自衛権の行使を認定されるのか我々の質問に答えてください。コメントさん、お願いします。おかしみろ。ではですね、絶対的平和主義という決闘の理念、決闘時に掲げていた絶対的平和主義と理念があるようですから、日本国憲法の全文も読んで差し上げてはどうでしょうか。第二段落目の平和主義に関する部分、日本国憲法全文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 。第二段落、第二段落、第二段落。日本国民は、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 恒久の平和を念願し、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 人間相互の関係を支配する、人間相互の関係を支配する、人間相互の関係を支配する、人間相互の関係を支配する。崇高な理想を崇高な理想を崇高な理想を崇高な理想深く自覚するのであって深く自覚するのであって深く自覚するのであって平和を愛する諸国民の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 公正と真偽に信頼して公正と正義に信頼して公正と正義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと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 決意した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 我らは平和を維持し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 先生と霊獣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 圧迫と辺境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 地上から永遠に除去しようと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 努めている国際社会において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 名誉ある地位を占めたいと思う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 我らは全世界の国民が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 等しく恐怖と欠乏から免れ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 平和のうちに生存する権利を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 有することを確認する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 我らはいずれの国家も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 自国のこととみに先進して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 他国を無視してはならないのであって他国を無視してはならないのであって他国の他
束を無視してはならないのであって約束を無視してはならないのであって、政治道徳の法則を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 、普遍的なものであり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 、この法則に従うことは、この法則に従うこと、この法則に従うことは、この法則に従うこと、自国の主権を維持し、自国の主権を維持、自国の主権を維持し、自国の主権を維持、他国と対等関係に立とうとする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 、各国の責務であることを信じる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 。要するに、世界中の各国々が対等に、対等な立場でやっていくためには、平和にやっていくことが重要だと、憲法は初っ端から謳っているんですよ。そうですよ。そして、あなたの結論の理念、平和、平和の理念、絶対的平和主義、ここに謳われている平和主義でもずるいと思った公明党さんが唱えたものでしょうが、そうだ、ね、それがどうして、ね、この憲法をみっともない憲法だと罵倒した挙句に解釈を変更すればよその国の戦争に構えに行ける、そんなことを考えてる人たちと一緒にやろうとしてるのはなんでですか。質問に答えてください。そうだよ、それだけを答えてください。え、まっとうな質問でしょ。あなたたちのやっていることには矛盾がないですかという我々の問いに答えてください。そうだ、たったそれだけのことです。あなたたちにはその義務があります。なんで答えられないんでしょうか。なぜ答えてくれないんですか。憲法を守れ、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 戦争反対、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 憲法を守れ、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 戦争反対、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 憲法を守れ、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 戦争反対、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 集団的自衛権は絶対反対、集団的自衛権絶対反対、集団的自衛権絶対反対、集団的自衛権絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、平和を守れ、平和を守れ、憲法を守れ、憲法を守れ、戦争反対、戦争反対、集団的自衛権絶対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 反対、
団的自衛権絶対反対。集団的自衛権絶対反対。戦争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 反対。平和を守れ。平和を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。憲法を守れ。平和を守れ。平和を守れ。戦争する国絶対反対。戦争する国絶対反対。戦争反対。戦争反対。平和を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。憲法を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。戦争反対。戦争反対。集団的自衛権絶対反対。集団的自衛権絶対反対。戦争する国絶対反対。戦争する国絶対反対。戦争反対。戦争反対。平和を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。憲法を守れ。九条を守れ。九条を守れ。平和を守れ。平和を守れ。戦争反対。戦争反対。集団的自衛権絶対反対。集団的自衛権絶対反対。戦争反対。戦争反対。平和を守れ。平和を守れ。戦争反対。戦争反対。憲法を守れ。憲法を守れ。九条を守れ。九条を守れ。戦争反対。戦争反対。平和を守れ。平和を守れ。公明党は平和を守れ。公明党は平和を守れ。公明党は憲法を守れ。公明党は憲法を守れ。公明党は九条を守れ。公明党は九条を守れ。平和を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。憲法を守れ。九条を守れ。九条を守れ。公明党は平和を守れ。公明党は平和を守れ。公明党は憲法を守れ。公明党は憲法を守れ。公明党は九条を守れ。公明党は九条を守れ。平和を守れ。平和を守れ。憲法を守れ。憲法を守れ。九条を守れ。九条を守れ。戦争反対。戦争反対。戦争反対。
戦争反対、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 集団的自衛権絶対反対、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 戦争する国絶対反対、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 戦争反対、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 平和を守れ、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 公明党は平和を守れ、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 公明党は憲法を守れ、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 公明党は九条を守れ、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 平和を守れ、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 憲法を守れ、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 九条を守れ、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 戦争反対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 、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、公明党は今すぐ出てこい、公明党は今すぐ出てこい、おまわりさんも憲法を守れ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 、言論活動を妨害するな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 、おまわりさんも憲法を守れ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 、なんで報道者を通さないんですか、まさきここを通したとき報道の義務ってこの方言いましたよ、何も言わないんでおかしいですよね、ジャーナリストを通せ、報道陣を今すぐ通せ、ジャーナリストを通せ、ジャーナリストを今すぐ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 通せ、報道の自由をちゃんと守れ、報道の自由をちゃんと守れ、報道の自由ちゃんと守れ、報道の自由をちゃんと守れ、ジャーナリストを今すぐ通せ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 、報道の自由侵害するな、メディアを通せ、メディアを通せ、メディアを通せ、報道させろ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 、メディアを通せ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 、報道させろ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 、メディアを通せ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 、報道させろ、報道させろ、メディアを通せ、メディアを通せ、報道させろ、報道させろ、メディアを通せ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 、
おまわりさんはメディアを通せ、おまわりさんはメディアを通せ、公明党はやめさせろ、公明党はやめさせろ、報道弾圧やめさせろ、公明党はやめさせろ、報道弾圧やめさせろ、報道弾圧やめさせろ、報道させろ、報道させろ、メディアを通せ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 、憲法を守る、憲法を守れ、メディアを通せ、メディアを通せ、憲法を守れ、憲法を守れ、メディアを通せ、状態まで導入、憲法を守れ、状態追加で導入してますね、強制排除すべきじゃないのか、報道させろ、憲法を守れ、憲法を守れ、報道させろ、憲法を守れ、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、直談判に行こうとして入れてくれないから揉めてるんですよ、報道弾圧やめさせろ、主権者弾圧やめさせろ、主権者弾圧やめさせろ、公明党は恥を知れ、公明党は恥を知れ、公明党に苦情を言うために入れてくれないんです、政権絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、与党協議は絶対反対、民主協議は絶対反対、解釈会見絶対、おい何やってんだよ、弾圧やめろ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 、暴力やめろ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 、やめろ、これやめろ、暴力、おい警察、お前らやりすぎやろ、それでも市民の味方か、これ、市民の味方か、怪我したらどうすんだよ、暴力やめろ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 、暴力反対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 。
暴力反対。まあ警官も立場辛いも分かるけどさ。出してるから車来ません。平和の未来を思い出せ。
よう。憲法を守れ。報道を立てろ。秘書排除するとになってたね。そう、うん、本部前に4国憲法ナンバーナインはみんなで読みましょう。よこれでは皆さん憲法昭和4国憲法第9条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 4国民は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 全国民を共存する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 。国際平和を堅実に実施国権の発動なる戦争と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 武力による威嚇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 または武力の行使は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 国際紛争を解決する手段としては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 はい次重要です。永久に雇用を放棄する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 。選考の目的を達するため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 。一回空軍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 その他の戦力はその他の戦力はその他の戦力はこれを保持しない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 。はい、ここが一番重要です。国の貢献は国の貢献権は国の貢献権は国の貢献権はこれを認めない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 公選権は国の公選権はこれを認めないこれを認めない国の公選権は国の公選権はこれを認めないこれを認めない、はい、集団的自衛権とは公選権のことです。どうぞ。これを認めないと断言している以上解釈は変えようがありません。そうだ。だから公明党さん素朴な疑問です。これをどう解釈変更すれば集団的自衛権という公選権を容認できるのか。小学校5年生ぐらいのどこの問題じゃないんですか。だからこの質問に答えてくださいと言いに来てるだけですよ。そういう問題ですよね。おめでとうよ公明党さん。公選党連合平和党の恥ずかしい平和の党の恥ずかしい。いや、もちろんもちろん。もう一回プレイコー主的自衛権は公選権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 どう考えても公選権どう考えても公選権どう考えても公選権憲法解釈絶対無理憲法解釈絶対無理どう考えても絶対無理どう考えても絶対無理集団的自衛権は公選権
集団的自衛権は公選権。どう考えても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 公選権。憲法解釈変えられない。憲法解釈変えられない。解釈変更絶対無理。解釈変更絶対無理。どう考えても絶対無理。どう考えても絶対無理。解釈改憲絶対無理。解釈改憲絶対無理。絶対無理。絶対無理。絶対無理ですよ、コメントさん。そうだ。そうだ、公明党、平和の理念を思い出せ。そして、宮川黒さんを思い出せ。そして、女子高生さん、付近住民の皆さん、平和があってこそですよ、美味しくご飯が食べられるのは。牛腩飛び交う人で美味しくご飯は食べられない。自転車に乗って友達の家にも行けない。だから平和な日本を、平和な世界をこのまま続けるため、もっと平和にするために、受験勉強頑張ってください、女子高生さん。それでは近住民の方、大変お騒がせいたしました。でもね、今ちょっと騒々しいのを我慢していただく方が先々、この国本当にまずいところに行ってます。集団的自衛権の行使っていうのは、自衛って名がついてるけど、外国の戦争に構えに行くこと、親兄弟、お兄さん、弟、お父さん、戦争に行って小壺に入って帰ってきた時の悲しみに耐えるのに比べたら、今ちょっと我慢していただけますでしょうかっていうことでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ノーは、というわけです。じゃあみんな帰ってます。おまわりさんもお疲れさんでした。憲法守ろうね。ファックス作戦守ってくれてありがとう。公務員だね。憲法守ろうね。さて、まあ中継の方を終わりましょうかという感じですが、あれですね。警官の数多いですね。この時間、水曜文科省の方が小吹さんのアカウントで中継やっております。水曜文科省の方の、ご視聴、小吹さんアカウントの方でやってますので、文部科学省前講義の方の方もご覧ください。私の中継は一旦切った上で、とりあえず文科省の方に向かいます。文科省の方、今から行けばギリギリ終わるまで間に合うと思うんで、中継は小吹さんのアカウントでやってます。中継は小吹さんのアカウントでやってます。そちら引き続き水曜文科省の方をご覧いただけるとありがたいと思います。私はこのまま一応文科省の方に中継ではなく顔は出したいと思ってます。お疲れ様でした。秘密保全本土機の3万5000人には達しませんでしたね。そういうことです。いろいろ賛否があったり、周辺とのトラブルとかもリスクは負わなきゃならないんですけど、ちょっと、一応現時点での逮捕者出さなかったっていうのはとりあえず成功かなっていう感じですね。正直言いますと、本当は公明党本部前でみんなでカード持ってサイレントで黙って肉声でやる予定だったのを、警察が強制排除したから結局ここでやらざるを得なくなったっていうのがあれです。公明党本部の場合は公明新聞の編集部、建物挟まれてるんで、仮に声出しても両者以外は関係ないはずだったんですけど、
まあ正直言って警察側の警備の方の問題もあるんじゃないかなっていう気はしますね。いや学会個人は良い人多いんですよ。個人的に付き合える人もいるし問題意識持ってる方も多いんですけど、組織になるとやっぱり人間ってですね、うん、田中優作さんが今取材中です。おいやー、はい、おまわりさんも退散です。所轄はちなみにちょっと用があって四谷署の3丁目の交差点に行く用があったんですけど、もう四谷署の前でもパトこれとかも全部待機してもうやる気満々になってたから。あ、本当？いや、ねえ、うん、いや、でも、いや、でもお嬢が一番最初に連れてこられた時まるであれだよ、山口組のいや山口組のガサ入れだと思って確かに最初に過激だったじゃない。やっぱりちょっと今日何人ぐらいだ、30人ぐらいかね。優作さん取材中です。あ、お疲れ様。かなり映像残せてるけど。そうです、そうです。呼びかけ。ゆうさくさん、お疲れ様。あっち別なんですけど。いや、まあ、いいか。いや、市民有志。もう有志で行くか。有志でいいんじゃないかな。有志で。どこかが行ってて、うちらより先に行ってて、仲間たちじゃない人もいる。いますよ。いや、もう、じゃあ有志で。有志で、市民有志が、だって向こうで俺、偶発で、両方で、ねえ、サンドイッチになるとは思わなかったからね、俺も。で、名前出ちゃうとあれだとろうけど、俺の名前も出してくれて構いません。あ、ちょっと、うん。しかし、すごいね。IWJ の取材前で田中隆さんに倒してたんですけど、ちょっとね、30日の官邸前がどうなるかですね。30日官邸前、東京デモクラシーが月曜日呼びかけてる、1日だから。俺が呼びかけてます。金曜日が議員会館前。朝、夜です。田中隆作さん取材中です。残念ながらうちら非代々木です。活動費どころが全部自腹です。バカですね。代々木が本気で動員かけたらこんなもんじゃないでしょ。だからこんな程度なんだよ。こんな程度の人数なんだよ。すでに呼びかけられたやつに連帯します。30日の結構あれだよ、うん、だって1日に決めるからね。ですよね。だから前日だから、うん、だから私はもう手持ちの道具を全部、ごめんね。ちなみに今から行く水曜文科省は保守系脱原発の方ですからね。反代々木で売ってる人たちですからね。ちょっとまとめですか。今のまとめはね、30日前官邸前、東京デモクラシーさんが呼びかけてますね。まあ、最初僕も集めた、それがもうそこに入ってる。30日は、うん、まあ、確かにね、外の方とかね、よくわからない方もいると思うし、私も結構知り合いいるんで、自分は別に学会員ではないんですけどね、いろんな考え方の人がいるっていう、うん。IWJ とかフリーランスとか、まあ、結構フリーランスが取材入ってたんですね。もう上手なのにって僕の中では。まあ、おー、これ2万いくんじゃないかな最終的に。じゃあしばらくおまわりさんの動きも気になるので、今関東の事故の取材中で、あ、待機したので、予定は所で、うん、もう18時でデザインが遅れ出した段階で、もうこれどっか予定所の前に飛ばせたら予定は3丁目、ちょっと行くようがあって3丁目行ったら警察車両が多くて、俺新宿の駅前って、やれた前って予定所でしょ、うん、あそこでデモ関係で見てるときに警備に当たった警官が何人も見てるから、あ、これやる気だなと思って。ありがとう、マロさん。はい、日本国憲法第99条。天皇または首相より、そう、うん、国務大臣。顔出し不能だったらペンネームのキャスのやつのラジオキャスから公明や創価学会の方の本音トークみたいなの聞いてみたいです、本当に。与党である。与党の一部である公明党の本部の目の前、公党の本部の目の前で、まだ中継継続です、IWJ も。出てきて叱るべきです。やめなさいと声をかけて叱るべきです。ね、公明党さん、よく考えてください。考えろ。まあまあまあ8時回ってるからまあ、うるさいって言われちゃう。
ちらは八谷署と八木のあれ持ってるから機動隊入ってる本庁の要請受けて。今日写真使ったら悪い人いませんね。写真使うとまずい人いませんね。ああ、もうそんなやわな人いないですよ。みんな覚悟を決めてきて、うんうんうん、お、一番最初から2人で頑張ってた白田さんに、うん、一番最初から来て、今白田さん、労をねぎらってきて、うん、強制排除された、女性を強制排除するんだから、お、2万超えたし、そろそろ、2万いっちゃ、2万中継見ちゃったよ。じゃあ中継そろそろ切りますか。帰りましょう。帰りますか。はい。というわけで中継終わります。30日が官邸前、あと各種自主的にやる方とかもいらっしゃいますので、ねえ、まあねえ、お疲れ様でした。じゃあ中継終わります。あの水曜文化賞の方現在継続中だと思いますので、そちらに私も向かいますので、できればそちらの方のキャス中継をご覧ください。失礼します。